スタートでーす。初めて来たよ。結局俺なんか化粧かなんかしなあかんから、うん、これやねん、ここ行かなあかんねん多分、うん、会見ブースみたいに行かなあかんくて、今ちょっと新作の発表会してんだけど、まあいいでしょ。はい、右寄りの顔のカップも多めな。やっぱ女子だったらあるやろな、右の方がいいとかさ、映えるとかあるやん。だから撮影の時どういうカットがいいかとか、新作の服着てメイクするって感じ。あ、そうです。あ、なるほど、そういう感じみたいな。お願いします。お願いします。はい、これはなこれ合ってるんですよね。はい、あ、こっちなんや。はい、ちょっと短いですか、いけてます。あ、でもこうやって、あの撮影自体は多分こういう感じにするので。あ、なるほど、なるほど、わかりました。切ってます、大丈夫です。今回やっぱ男の人が少ないですか。あ、そうですね。あ、そうなんや、はい、貴重な男性です。あ、ありがとうございます。いいモデルになれるかわからんけど。じゃあ、お願いします。なんか僕メイクしたことないんですけど、はいはい、結構白いんで、はい、ちょっと白でなんか、あ、白でわーみたいに。わーで行きますか。行きましょうか。白でわーって。あー、なるほど、いいですね。これいいかもしれないですね、はい、ちょっと攻めた感じがね。あ、そしたらなんかどう思います、うん、つけるの、まあ、これはこれでもありかなと思うんですけど、はい、もうつけても全然いいです。いいですか、はい、つけましょうか。これ溶接になってくれた目開けてていただいて、なんかまっすぐ、この人からさ、タバコ吸ってたらもう現場やな。あ、ありがとうございます。あの、綺麗にやってもらったんで、はい、なんか白いラインもつけてもらいました。これ正解なのかわからないけど、じゃあこのテーマって何なんですか。これは、うん、ワークウェアを、ワントーンでちょっとファッションっぽくというか。いや、すごいな、作業着をワントーンで仕上げてってモデルがいいから。いや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 、かっこよくなってきたな。あ、仕上がってきた、そう見えてきた。あかんやつやないけど。全然あかんやつやないけど。いいよ、ほんと。あ、3枚になってきた。うん。これ多分東京って思ってるからやと思う。これ奈良やったら現場やったらさ。はい。はい。すごっ。めっちゃかっこいい。強かったやん。そしたら今度は普段絶対せえへんやろポーズ使えたら今からちょっと回ってみたいのはやっぱウェア気になるやん。ウェア、アウトドアとか、これ街用やん。やっぱプロ、これは多分俺この格好でここ行くと業者やと思われるからさっと行ってこの辺行こうか。安っ、980円。これ2900円やもん。これもうこれで弁当入れてた。休憩中やん。作業着の休憩中やん。今の自分の格好忘れてたわ。ここ多分本格的なやろうな。こっちでかかってるな。うん、まあ、こんなんシソイジップ使ったあるやん、防水仕様で、ね、33リットル、結構でかいな、うん、やっぱ休憩中にしかなかったこのスタイル。やられてみます。あ、いいですか。はい、これは切れやすいと思います。そうですね、刃がこう R のカーブになっているので。あ、こう、はい、で、こっちもあるんですね。はい、これが新しい商品で。あ、すごっ。はい、チェーンソーの刃がこんなに切れるんや。こういう感じで。これはなかなか時給制もらってもやらんかもしれんな。しんどいな。しんやろ。やってみる。これこれ2人でやるとまた商品店とか行くな。切りやすい、うん、はい、ジーパンもあるしね。2500円。ウレタン入ったんねんな。これは可愛らしいな。あのピンクのやつもそうやけど、これなんで風やってんのかな。これ軽量のこと言いたいんだな。あ、なんで風出てんのかなと思うやん。驚くほど超軽量生地、従来の比較して約2分の1の軽さ。軽い。2023年2月に労働寿命を延ばす快適ワーク製品を企業や大学と共同開発するために快適ワーク研究所を設立いたします。服のパワーが120になるもんね。冷やすんやろ。これで入れといて、これでアイスコーヒー飲もうかとはならんやんか。だから多分冷やすんやろな。これがですね、水冷服 と、呼んでいるベストの内側にこう青いチューブが張ってるんですけれど、この背中のこの蓋を開けていただくと、中が防水 の、 あのパックになっていて、
氷水だったり、あと水と凍ったペットボトル入れていただいて、スイッチをオンにすると、このチューブの中をその冷たい水が張って集めたいなっていう商品。うん、今暑い。暑ない。収まった。一回ちょっと来てみてよ。なんか流れてる気する。うん。水が流れてるんですか。そうなんです。この背中のパックの中に入ってる氷水が回るって、はい。ああ、やっぱりなんか流れてるな。ちょっと冷えてきた、冷えてきた。違う。冷えてきた、冷えてきた。うん、冷えてきた、冷えてきた。え、はやさん、ちなみにお値段はいくらなんですか。これが、なんと、はい、16,800円。ちょっとワークマンにするとちょっと高めですね。高いですね。ただ市場から行くと、ね、はい、だいぶ半分出ないかもしれないですけど、多分あの水が動いてるのが分かるかな。確かに流れてる感じする。めっちゃ冷たいでしょ。あ、ほんなんじゃあ血管と同じなの。全然俺の汗じゃない、冷たい、むっちゃいい感じ。へー、これいつ発売なんですか。これが5月には。5月には信用のベストなんですよ。もしかしたら仕事してる時もパソコンから俺線引いてくるで、抜いた瞬間これ止まってるから。ゴルフね、これさ、すごいわ。生地がちょっとちゃうねんな。ポリなんちゃうかな、これは。そうや、ポリ100やな。ポリ100なんやけども、ちょっとコットンっぽく作ってんねんな。だから軽いね、めっちゃ。ツルツル。ツルツルじゃないねん。コットンのなんかマット感あんねん、ちょっと。普通ってツルツルやんか、ジムの服とかも。ああいう感じかなと思ったら、触るとちょっとちゃうんだよ。ゴルフ用。まだやっぱりやる。ほんまやな。あ、すいません。はい。男性のね、マウンテンパーカーってあります。あ、男性パーカー。今自分が着ていますフレームテックというキノコがついてる。まさかこれですか。すごい。あれ？いや、ちゃんと街の人やけど、俺現場の人だけ。全く同じですね。あ、すごいですね。あの向こうで消させてもらったんですよ。あ、本当ですか。はい。いつもチャンネル見ちゃって。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、すみません、いろんなこと言わせてもらって。いやいや、もうすごい。ありがとうございます。あの 2.5 レイヤー使った、まあ、初のメン素材を使ったコットンなんですね、はい、シエラデザインみたいな雰囲気ですね。あ、そうですね。ちょっと本当の本格的まではいけないんですけど、まあ、マウンテンパーカーをこれでできないかなっていうところで、価格ですよね、問題はね。お値段ですよね。お値段、おお、5,000円、4,900円。だからシエラデザインの10分の1やな。で、防水で、防水ですごい 2.5 防水2.5 やから裏地でポリウレってことですよね。そうですね、うん、はい。でシームテープもあるし、あれ前回のコードの時ってシームテープなかったですよね。前回の時はなんかなかった気がしたんですよね。あの防水仕様のものはあのつけております。はい、一応このテントの柄を。あ、可愛らしいです。あ、これテントの柄やったんですね。ちょっと分かりづらいんですあのこれで多分千代さんには伝わると思います。大型のペットル、はい、はい、小さいものを入れていただいて、まあ、手ぶらでキャンプされたりですとか、すごい、濡らしたくないものを背中に収納してっていう。なるほど。そうか、キャンプの時とかってこうやってやったりもできますもんね。そうですね。グローブこうやって入れたりとか、はい、これ1枚あればキャンプに出かけるよっていうちょっとテーマで。これはもしかして火に強いやつやな。そうですね。あ、ほんまやな。キノコが飛んでも燃え広がる。だからコットンなんですかね。そうですね。なるほど。で、車内引けも、すごいな。コットンがそもそも火に強いね。あのポリエステルとかより。ですよね。ポリエステルとかって今のフリース、そういうフリースとかって一瞬で穴開くんやけど、うん、コットンも開きづらいから、ジーパンとかも穴開きづらい、ね、うん、でそれ採用してるし、なおかつそこに防水の、加工もしてるから、コットンって水濡れちゃうのに、水にも濡れず火も大丈夫。そういうことですね。さすがですね。もう言うことない。好みがね。はい。なるほど。この色綺麗よね。このキャップの色のやつ。あ、これ？うん。これね。あ、重ったと思ったら後ろに何が入ってんの？資料入ってた本とか。ちょっと一回あのすごいよ。キャンプ行っててさ、資料、うん、よし勉強しようか。勉強しようとはならんけどね。とはならんけどできますよと。そうですね。うん、ワークマンについてね、勉強しようかなっていうのもね。タブレットも入るわ。パソコンもいけるな。16はどうか微妙やけど、うん、でもパソコンもいけるな。すごいな。でもコットンでマウンテンパーカーすごいですよね。ないですもんね、ほんまに。ワークマンとしては初です。あ、うん、なかなかこれ一般の人に伝わりづらいですけどね、
すごいね、コットンでマウンテンパーカーってあんまないねん。でマウンテンパーカーってもうそもそも機能性いいもんやんか、うん、やのに機能ないからコットンにしちゃうと、うん、でもそこにやってね、加工して、上下があるんですか。まあ多分一般的にはこんな感じだと思います。なかなか伝わらんと思うんですけどね。じゃあこれが一番一押しの商品。こっちも一押しだ。あそこに展示させていただいています。あ、はいはい。あのこちら商品名がイナレムプレミアムジャケット。なんか聞いたことあるな。でイナレム自体のブランドで、まあ今既存でも展開させていただいて、はいはいはい、これとかもですね、ダウンであったやつです、はい、で価格が4900円で展開させていただいています。で、まあ、非常に好評。いやそりゃそうですよね。まあ、名前の由来なんですが、まあ、見れないというところを持ち上げるようになります。逆から言ってるんですか。そうです。あ、これテロップ入れといてな。ムレナイイナレム。素材をすごい今回こだわりまして、はい、夏で一番最適な、うん、ちょっとレインというコンセプトで、はい、開発させて。あれベルクロも進化してますね。そうですね。やはりベルクロがすぐダメになっちゃうことが非常に多いので、うんうん、まあ、今回水系タイプのベルクロを使っていただきまして、まあ、何回やっても言わらない、うん、こっちもダマなって依頼するねん、うん、なんかつかんくなんねん。あるある。で生地も夏春夏やから薄め。そうですね。梅雨とかですよね。そしたらね、はい、もう最適にしますね。半袖にも半袖ちょっと、うん、そこでダマに。あ、取れちゃうんですねこれも。はい、夏場ですが、まあいろんな日で使えるように、うんうんうん、半袖にもなったり、まあそうですね、シャリです。でちゃんと上からやってれば基本的に水はこうやから、まあ入ってこないっていうか、それこうやったらこっち来るけど、うん、まあ、上から来るから。で、まあ素材を2種類に今回分けさせていただいてまして、はい、やっぱり袖通しの袖側に対してはこの3レイヤーを使わせていただいて、うん、あ、これは3レイヤーなんですね。はい、で丸編みタイプのものを使ってますんで、肌触りいいですね。非常に肌触りが。なるほど。というところと、で、まあ、あとは軽量性をちょっと出すためにこちらは 2.5 レイヤーの素材です。あ、部位によって分けてるんですね、はい。まあ、例えばタンクトップで着てもこの当たるであろう部分には3レイヤーになってるんですね。そうですね。でこちらの3レイヤー部分が、統一度がワークまで一番最高スペックの 35,000g すごいですね。することができたんで、ね、まあ、今回はちょっと一旦押していきたいな。あとワークマンでは初となるダイヤルシステムを搭載させていただきます。あ、この靴とかにもあるね。あ、そうですね、はい、これでクリクリって締めていくね、はい、調節っていうか上が普通ってコードをギャーって引っ張っていくやん、じゃなくてこのカリ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 って言って、うん、今スニーカーとかにもあんねやんか。あ、そうですね、スニーカー多いです ね、はい、プラスあと大型のベンチレーションこの背中に採用してもう完全春夏に向けて作ってるんですね、やっぱり。であとポケット裏もさりげなくベンチレーションで使ってるんですよね。もう暑い時は全開にして。これでだって4900円じゃないですか。そうですね。これなんか誰か奴隷で働いてるじゃないですか。そんなことない。ワークマンでも最高の価格。なんかおい、俺いいでやってるのは無理ですもんね。そうもございます。ちゃんとした工事で。あ、そうですよね。それはもちろんそうですよね。だってめちゃくちゃスペック的にもそうやし、部位によっても開けたりするし、はい、って考えたら4900円ってきついですもんね。そうですね、まあ、非常に厳しい中、やっぱりこうちょっとプレミアムラインっていうところがこだわって、ここではちょっとはっきり言うと、はい、利益はもう取らんけども違うところでちょっと利益取らせてもらいますねと。だからそれぐらいこれはコスパで考えたら、まあスシローでいうところのマグロみたいな、一番原価高い、うん、あ、感じですよね、多分ね。勝手に言ってもらうけど、いや本当にそのとおり。はい、ありがとうございます。今回ちょっとアーバンなんかアークみたいな使えるようなちょっとレインの開発をこの中に来たの素材感っていうのをすごいこだわって、非常に今回軽量なのでストレッチ性っていうのを非常にこだわって製品にした。あ、ほんまですね。でこちら普通ストレッチ性縦と横でこうなるんですけど、うん、今回バイアスの入れ斜めで方向を取ってますので、だからウレタンじゃないですもんね。そうですね、伸びやすいウレタンじゃない。あ、なるほど。斜め、片な方の斜めですね。そうですね、うん、逆から行くとあかんですね。なるほど、なるほど。使用させていただいて、だからまあ劣化しづらいということですね。そうですね、メリットとしては。そうです、はい、このマットな感じとかが大人の人は好きかもしれんな、うん、もしかしたらな。まあ、パッと見アークテリクスに似てるもん。これに入れるとものすごいコンパクトに
まあ、もうちょっと小さくなる。これに収納できます、ね。このペットボトルぐらい。でも、アウトドアでも、まあ、万能。まあ、生地も薄いから、はい、ちょっとは夏とかで、そうですね、夏ですね。電車の中寒いから着とこうかとかね、はい、バスの中だけ寒いから着とこうかとかね。はい、なんかそういう感じか。はい、了解です。すみません、ありがとうございます。はい、以上となります。ありがとうございました。最後に、カリナーなの。あ、すごい。あ、もうピンとたたるこの段階で。そう、これ、そうですね。これです。そしてサポーターもついてて、で、これしゃが屈伸すると分かると思うんですけど、しゃがんで戻るとしますね。戻るとき、そう、それで戻るときにだいぶふっ、うん、もう戻ろうとしてますもんね。はい、この姿勢がこっちに戻ろうとするね。だから逆に曲げる方がちょっと大変というか。力抜いたらバンって。筋トレするときでもいいかも。踊りやすい。あの体力測定とか背筋測るやつあるじゃん。はいはい、あれって反りますか、うんうん、これがあることによって背筋の使用率を 38% カットできる。6割ぐらいの力で戻れるっていう、まあ、楽は楽やけどちょっと太ってくるかもしれないですね、筋肉使うんだから。はい、ということでね、いろいろ見させていただきました。ありがとうございます。もう僕すっかりこの格好に慣れちゃってるからね、周りがどう見られてるんかわからんねんけども、まあ、非常に楽しい回でしたね。はい、一番写真が面白かった。あ、一番写真がな面白かったですけども、あの楽しい回でした。なちゃんと結構店頭で見てるときってゴルフウェアなんか、うん、何ウェアなんかわからへん、ごちゃごちゃなってるから。だけどここで見たら、あ、結構しっかり分けて作られてるんだなっていうのが分かりましたので、うん、非常に楽しい回となってました。これからはね、ワークマンさんとディスらないようにね、やっていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いいたしますということで、ワークマンさんとズブズブの関係でこれからやっていこうかなと思います。はい、ということでね、まあ、一旦これで終わりたいなと思います。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。